はい、どうも皆さんこんにちは、エルツです。ということで今回なんですけれども、さあ今回の本編に入る前に結構ね喋るんで俺は早く本編が見たいんだって人はね10秒スキップとか利用して飛ばしてください。はい、ということで今回からですね、新企画ということで、まあシリーズものですかね、常設ゴマシリーズで動画をねやっていこうかなと思っております。はい、まあ、これ始め理由ありまして、まあ初心者の方に向けてというところですね。はい、まあオセロニア実況をされてる方って、まあ、こういう駒の性能紹介をするときって、取り上げる駒は、新駒か限定駒になってくると思うんですよ。大体。大体それになってくると思うんですよね。なんで、今更、その常設駒を取り上げる人って、ほとんどいないと思うんですよね。うん。っていうところがありまして、で、初心者の方は、その、なんだろうな、ガチャ引いたら、限定駒だけ出るわけないじゃないですか。もちろんね、常設駒はまだ出るわけですよ。その常設駒の性能を、まあ、どうやって使うのかってところを、まあ、知りたい人もいると思うんですよね。なんでそういう方に向けて今後ね、この常設駒シリーズっていうのをやっていこうかなと思っております。なんで、この常設駒の使い方知りたいよっていうのがあればぜひコメントにください。はい。で、理由これだけじゃなくて、その僕にも理由があるんですけど、僕、新駒とか限定駒をあんまり取り上げた動画って出したことないと思うんですよ。これなんでかっていうとね、回収できてないんですよね、単純に。僕、そんなに、ね、課金とかができなくて、この新駒の回収が結構ね、他の実況者に比べると乏しいと思うんですよね。なんで、おとついラルムとか、おとつい取り上げたラルム、あれもね、単発で回収できた駒なんですよね。というところで、その僕が新駒とかあんまり単発でしか回収できないところとかあるので、まあそういうのも含め、まあ何も動画上げないってよりかは、初心者の方とかに向けて常設駒を取り上げていく方がいいんじゃないかなということで、今後、常設駒シリーズの動画がね、上がっていくことかと思います。もちろん新駒の紹介もね、やっていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。そして、昨日の動画に関して、まあ今後のね、動画のスタンスをどうしていくかっていうところなんですけど、まあ一応今、消えました。一旦消えました。まず、新駒、そして超駒、強駒を取り上げる時の動画に関しては、新しいスタンスでいこうかなと思います。まあ新しいスタンスっていうか、まあ、あれですね、おとついの、ラルムの動画的な感じでいくと思いますね。なんていうの、コメント、昨日の出したコメント、動画のコメント見ていくと、まあ、やっぱり今まで通りの方がいいって方がね、多かったと思うんですけど、この新駒の性能に関しては、やっぱ性能がダイレクトに伝わった方がいいっていう方がいて、あ、僕は確かにそうだなと思ったので、この新駒とか超駒、強駒、新超駒、新強駒ですね、に関しては、今後は新しいスタンスでいこうかなと思ってます。で、今まで通りがいいって言ってくれた方にもですね、一応、なんだろうな。まあ、配慮っていうか、まあ、うん、まあ、そんな感じで、こういう企画ものですね。まあ、常設駒シリーズだったりとか、あと、デッキの紹介ですね。まあ、カップ戦前哨戦とかも含みます。っていうのは、今後も今まで通りのスタンスで行かせてもらおうかなと思います。はい。なんで、その、新しいスタンスがいいよって人も、今まで通りのスタンスがいいよって人も、まあ、どっちの方にもね、向けて動画上がるので、まあ、いいんじゃないかな、というところですね。あと、新着情報のまとめに関しては、やっぱりゆっくり解説してもらった方がありがたいっていう方がほとんどでした。素早くパパッと解説した方がいいっていう方は、ほとんど見受けられなかったので、まあ、今後、もう新着情報のまとめに関してはね、今までどういうのスタンスでいいかなというところですね。はい、ということで昨日はね、皆さんね、貴重なご意見たくさんありがとうございました。はい、ということで本題に行きましょう。今回取り上げる常設駒、こちらです。はい、シンカルムカですね。はい、これ結構ね、もうな図鑑ナンバーも、ね、384ということで、結構古い駒なんですけれども、こちらスキルが4枚以上ひっくり返せるマスル発動できる通常攻撃ダメージの 1.9 倍の特殊ダメージを与える。コンボスキル3枚以上ひっくり返せるマスル発動できる通常攻撃ダメージの 1.8 倍の特殊ダメージを与えると。いうことで、まあ、これね、初心者の方が見てもわかると思うんですけど、発動条件かなり難しいです。はい。4枚ひっくり返せる場面っていうのはそこまで多くはないですね。ただ、この4枚返しさえできれば、めちゃめちゃ強い火力回路を放てるといった、そういった性能を持つ駒になります。はい。ということで、今回はこちらのレムカなんですが、はい。攻撃で使っていきます。はい。紙殴りデッキですね。で、今回ね、編成されてる駒は、まあ、割と皆さん手に入れやすい駒でありますね。ただ、黄金フィギムにはちょっと、手に入れづらいんですけども、まあ、その子はね、割と手に入れやすい駒で編成しております。で、まあ、
神殴り一気にしたら割と回復ゴマとかデバフゴマが入ってるところかなと思うんですけど、やっぱ4枚返しって条件が序盤ではなかなか発動しづらいので、まあ回復ゴマとかを入れてね、試合を長期化してその後半に4枚返しできる場面を狙っていこうと、そういったコンセプトのデッキになります。ということで今回は早速このデッキ使ってこのチャーム行きましょう。さあやっていきましょう。お、乱量ミラー、なるほど、相手も乱量リーダーですね。HP 見る限り混合っぽいですかね、乱量リーダーの混合。あ、オーラ引いてる、乱体かな、おそらく乱混合ですね。僕の所定としてはまあ低いですかね。まあ混合ってことなんですけど、まあアルカード入ってるの見るとそんなになんかバケモンゴマは入ってなさそうな感じですね。学生生なのかな、もしそうじゃなかったらね、ゆっくり展開できるんでいいんですけど。ああ、なるほど、うーん、殴りますか、荒木出してズレでいきましょうか。さあ相手はここどうしてくるかな。一応クルシのバフかかってますけど、名前合ってるよね、名前合ってるね。デバフかけてくる。さあ、なんか引くかな。お、いいね。けどまあデバフかけられるけど、まあそこそこ火力が出るよと。4枚返しですよね、問題4枚返しどう作るかなんですけど。サマブラか、強いな。サマブラ置いてきた。カムイに総流の力、引いた、引いたけど4枚返しがな、完成してない。まあこっちからいい感じですか。もうね、ブラシの召喚強いですよね。これでダイバード取られるんで、それはまずいんですけど。4枚返しむずいな。出てつくよ。心配ないよ。これを、そうですね。まあ、レムカ出したくないんで、あれぐらいで出すんですけど、こっちかな？置きます、削ります。で、ここでブラジル召喚が来る。てか、相手、オーラリーダーから意識か、珍しいな。まあ、こっちもね、回復ゴマ入ってるんで、なかなか珍しい編成ではあるんですけど。コンボ封印、まあ、こんなにかな？別に、そこまで気になるほどじゃないかな。このコンボ封印は。はい。ひきむりか。見えた、これこっちだな。さあ4枚完成しましたが、おそらくこれね崩しに来ると思うんですよね。多分ね E の3で崩しに来る気がするな。 E の3か E の5ですね。おっ、の差を思い知るマジで。いや15000、15000、いやレムカならいける、いくぞ。4枚返し、よいしょ、すげえ、すげえ、大変ありがとうございました。なんということだ。さあやっていきましょう。相手、速攻流か、速攻流に4枚返しか。ちょっときつい気がしますね、これ。速攻流相手に4枚返しの場面狙っていくのはなかなかに強そうですけど、まあ頑張りましょうか。ちなみにさっきも速攻流当たったんですけど、まあ普通に4枚返せずに火力飛ばして勝ったと思うんでね。レムか、引かなかったんですよね、さっき。さあ、何引く？吹き目に、これいいっすね。これは、こっちかな？抵抗値か。4枚返し、どうなんだ、これ。はい、で、俺引いていく。まあ、この時点では買わないとかもそんな強くないんで、これはまあ問題ないと。3枚消したいな。消そうか。これさすがに3枚消しに行きますんで、バフを。貼りながら消しましょう。はい、バフ貼りつつ消していくと。で、回復も入るよと。さあ相手はどこに打ってくるかな。ちょっと悩んで、お、フリムリーつけてきた、なるほど。そうですね、これは別にラミン、これ返してもチッパーの子も発動しないんで、ラザーネイト、お、ラザーネイト行きましょうか。回復はね、もうちょっと後に行きたいんで、ここはラザーネイト行きましょう。で、
まあ、マイヤー返すかな、上の4な気がしますけど、もうそっち、そっちか、なるほど。デレス堂じゃあ、ファイドレの上に行きますか。はい。上の3に置いて、大体この盤面は、あー、でもあれか。B の5があるな。B の5、これだとちょっと嫌かもしれないな、これ。そっち。何、なんか狙ってるんですかね。まあ、これは、いや、4枚返したいんですよね。なかなかちょっと、狙えそうにないので、こっちを打ちますかね。この程度なら問題ありません。黒いスのコンボ食らうことになりますけど、わ、トリプルオーラ、やばいやばいやばい、トリプルオーラはやばい。火力が一致なくてないよ、これ。ワロニー速攻。おお、なるほど。なんか狙いがあるのか。どういう立ち回りなんだ、これは。まあ、とりあえず、これはね、回復入れましょう。このクルエスのコンボ食らわなくちゃいけないので、ここで回復して、浮き切れるようにしますと。1万7000もあれば、さすがに耐えれますよね、これ。トリプルオーラとはいえ、1点の超えコンボなので、これは耐えますね。ハイバトルウィーク強いので、これは消しますね。これは消しましょう。これはとりあえず消すんですけど、まあ、こっちですかね。4枚返しはなかなか完成しないと。これね、4枚返し作ればむずいですね、これ。まあ、B5 に来てくれればね、速攻でできるんですけど。あ、来たぞ、来たぞ、4枚返しチャンス、4枚返しチャンス来たよ。引かないか、いや引かないか、マジか。ちょっと待って、そうだな、これはこっちですね。これ1枚返しに抑えられ飛んじゃったよ。飛んじゃったよ。さあやっていきましょう。相手ビーナスリーダーですね。命を預けてくれ。おー、レムカ引いた、やっとだよこれ。あのね、結構撮影してるんですけど、レムカなかなか手ごわり回ってこなくて、ね、ただこれは4枚返しちゃんと狙わないと、でもかヒントもね、取れ高がないんで意味がないというところですよ。相手この HP のヴィーナスで大勝かな、大勝か、これこの時間と大勝かな、大勝デッキか。これ速攻系の相手はね、4枚返し作りづらいんですよね。まあヴィーナスコーンも食らえますかね。じゃあこっちの方が4枚返し作りやすいと思うんですよね。これ S 大小とか来るとやばいっすよね。悩んでるぞ、ちょっと悩んでるか。やばい。やばい、それはやばい。普通に S 大小ってきた。いていてててて、ラザネイト、ラザネイト、これ返しなんでね、返しだからね。これ一応消します。クリス消しますね。これまたヴィーナスのコンボ食らわないといけないのが嫌なんですけど、でもこれヴィーナスのコンボを使ってきたら、僕2の6に置いても作りますよ、4枚返し。来い、ヴィーナスのコンボ繋げろ。冷静ですね、相手さん、なかなか冷静に来ますね。あ、あ、マイヤーいいですね、回復、これ回復できる。はい、これ相手が A の2かに置いて、僕が F の5ですかねに置いて、もう3枚返しだか、3枚返しなのか、4枚返しなかなかいけないですね。これで僕が、お、気分カバー引いた。とりあえずこうしますね。ただね、 12% なんで、みんな一応1000ダメージ超えは出るんですよね。1300ぐらいかなは出ると思うんですけど、なんでこの3枚が下になっていけないですよね。もう3枚来るか分かんないですけどね。まいて、もし4枚が消すとすれば C の2が一番安定なんで、お、いや4枚ができたけど、これさすがいいだな。ナイス、それない、その回復間違いない。これで、ね、回復入れます。1500円なかなかね大きいよこれ。
この1500円の時なかなかに大きいですかね。多分これ S 台車の飛ばないですね。で、4枚出し確定します。これ確定はしないか、確定はしないな。黄色2に来られたらまずい。黄色に来られると4枚出し、あ、違うな、黄色に来ても4枚出しできるな。これ確定だ、4枚出し確定。これちょっとそれはね、飛ばないんだな。キラーコンボ使ってもそれはね、ギリギリ飛ばないんだな。よし、さあ来ました。これやばいから出るよね、ムカ。いけ、1.95 倍、4、思い出した。よいしょ、初め対戦、ありがとうございました。はい、ということで、今回ね、進化レムカ使っていきましたということで、いかがでしたでしょうか。いやー、なんかね、この、なんかこういう感覚がね、なんか久々で、なんかすごいね、単純に楽しかったですね。使ってて楽しかった。で、これね、4枚返しって条件からして、まあ一見ね、なんかロマンの駒に見えると、見えるんですけど、これね、意外と、これでこういう敵構成にして回復を少し入れてね、なんか長期戦型にすれば、意外とね、4枚返しできます。はい。なんで、その初心者の方で、このレムカね、持ってるっていう人は、その僕みたいな、こんな感じで耐久寄りの殴りデッキみたいなのを編成して、ちゃんとオセロ立ち回れればね、あの4枚返し、意外とできると思うので、これちょっとね、使ってみてほしいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。